飯塚智信飯塚智信6月29日から1965年3月12日は昭和時代の政治家、実業家、銀行家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員、新潟県狩羽郡日高村新道で、総宝家、実業家、政治家、飯塚屋一郎の次男として生まれる。1918年は稲田大学政治経済科を卒業し、 1921年欧米を視察する。1924年柏崎銀行当取、ついで柏崎ガス取締役、第4銀行監査役、柏崎農業総国組合長、早稲田大学評議員、新潟県三林会顧問、新潟地方裁判所賠審委員長、高田村長、139銀行取締役、上条合農業振興会長、 柏崎販売購買利用組合長、新潟県農会特別議員、刈羽軍関県組合長、高田村農協組合長などを歴任した。1928年2月の第16回衆議院議員総選挙では、新潟県第3区から立憲民政党所属で出馬し当選し、一期務めた。ほか、1939年新潟県多額納税者として、 貴族院議員に汚選され、同年9月29日から1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。貴族院議員在任中の1944年には、新潟県実業教育振興会役員となり、私有地を柏崎農業学校用地として寄付するなど、協里の教育振興に努めた。ありがとうございます。